皆さんこんにちは。新人アニメーター寮寮生のりょうこです。この動画では新人アニメーターの現状や生活のこと、それから私たちが暮らしている新人アニメーター寮のことを紹介していこうと思っています。前回は私の大好きなアニメであるストレンジャーについてご紹介させていただいたのですが、今回の動画ではそのストレンジャーの監督でもあり、私が一番好きなアニメーターさんでもある安藤正弘さんについてご紹介しようと思います。前回に引き続き魅力が伝わるように関わられた作品なども含めてたっぷりご紹介させていただくつもりなので、ぜひ最後までご覧ください。安藤正弘さんは先ほど紹介した通りストレンジャーで初監督を務められましたが、それ以前は劇場版クレヨンしんちゃんシリーズや映画カウボーイビバップなどの作品に原画で参加されていたアニメーターさんです。最近はアニメーターというより演出や監督のお仕事に専念されていらっしゃるみたいで、アニメ「絶縁のテンペスト」や「花咲くいろは」などの作品で監督をされています。なので今はアニメーターとしてのお仕事を見る機会は減ってしまったのですが、少し前までは主にアクションシーンを描かれる原画マンとして参加されることが多かった方です。参加作品のうち上に挙げたものが主に有名な作品ではありますが、他にもたくさんのアニメで原画、絵コンテ、演出、監督として関わられているベテランアニメーターさんで、特に格闘アクションのアニメーターといえば安藤さんの名前が上がるくらい格闘アクションの作画には定評があります。安藤さんの描かれるアクションシーンは難しいことは抜きに、とにかく派手で気持ちがいいと思える作画が魅力です。アクションシーンはとにかく見ていてドキドキするような躍動感、またはスカッとするようなある意味わかりやすい気持ちよさが重要だと思うのですが、安藤さんの作画にはそのどちらもが備わっていて、初めて見た時にはまさに理想のアクションシーンだと感じました。一度見るだけでとにかく楽しいと感じられる映像ですが、よくよく注意して見てみるとキャラクターの筋肉、線や影のつけ方、動きの一つ一つ、どこを撮ってもメリハリやコントラストが強調されていて、強い部分と弱い部分の差が大胆に表現されていて、それが気持ちよさや派手さにつながっていることがわかります。特にアクションシーンの要でもある人の動きのグッと溜めてから跳躍するという肉体のバネを感じさせる動きのメリハリがしっかりしているので、とても躍動感のあるいわゆる冷ための効いた動きが見る人を興奮させてくれるようなとても楽しい映像を作り上げています。また線や影の描き方、1カットごとの構図やカメラワークも強弱がはっきりとしていて、コントラストを効かせた作画が特徴といえます。あらゆる技法や表現がとにかく見た時の気持ちよさ、かっこよさを意識して駆使されているのがわかります。人の動き、特に体が大きく動くアクションシーンは本物の人間らしさ、つまりリアリティと、アニメ特有のわざとらしさ、派手さといった誇張表現のバランスがとても難しいんです。ですが安藤さんの描く動きは、殴る時の腕の加速や殴られて体勢を崩す様子、腕や足を上げたり下ろしたりする瞬間など、体が動いたり止まったりする表現の一つ一つ、そのバランスが取れているのがとてもすごいです。最近では CG も発達して、現実の人の動きをビデオカメラで撮影してそのまま画面の中のキャラクターに反映するといった技術もあるんですが、実はただそのまま現実の動きをコピーしてもどこかやぼったいというか脱力感のあるアニメーションになってしまうことが多いんです。リアリティだけを追求すると
なかなか気持ちのいい映像は作れないんですね。アクションの肝である躍動感やスピード感は意外にも手掛けアニメーション特有のものだったりします。手掛けるアニメーターさんの腕と裁量次第でリアリティと誇張表現、それぞれのいいところを取り入れることができるからです。安藤さんのアニメーションはそういった手掛けアニメの魅力を余すことなく引き出してくれていると思います。一つ一つの動きにリアリティを持たせることで緊迫感を出しつつも、肉感や重量感のあるずっしりとしたキャラクターたちがダイナミックに画面内を躍動する思い切った作画が、見ている側に楽しいとかドキドキするといった感覚を与えてくれます。あとは塵や汗などが飛び散るエフェクトも安藤さんの作画の特徴です。現実の戦いでは汗が飛び散る様子が目に見えるようなことはあまりないかもしれませんが、安藤さんの作画ではむしろそういった演出が戦いの激しさの表現としてよく使われています。音がない状態で映像だけ見てもドキドキするような迫力があるくらいで、映像の力だけでここまで感じさせるのは本当にすごい技術なんです。私が彼の作品の中で一番好きなのは新ハリケンポリマーというアニメの作画です。安藤さんが一人で作られたオープニングがすっごくかっこよくて、安藤さんらしさが感じられます。またクレヨンしんちゃんの映画シリーズもおすすめです。特に私の一番のお気に入りは3作目のクレヨンしんちゃん雲国際の野望です。子供向けと思われがちですが、安藤さんの作画が楽しめることはもちろん、作品としてもストーリーもテーマがしっかりしていてすごく面白いので、ぜひ見てほしいです。私もこんなアクションが描けるようになりたいと思わされるようなアニメーターさんで、自分の中で大きな目標にしている方でもあります。今はアニメーターとして直接絵を描くことよりは監督や演出としてお仕事をされることがほとんどなのですが、いつか一緒にお仕事をさせていただけるようになりたいです。今回はここまでです。いかがでしたか？最後まで見てくださってありがとうございました。アニメーターのことやアニメーター料について知りたいことがあったらコメントで質問していただけると嬉しいです。新人アニメーター料の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター料のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また、動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。